します。で、今後の教会活動ですね、宣誓式は12月延期です。敬老会中止、福祉バザーも中止になります。教会員名簿はですね、事務室でサインして受け取ってください。どうぞホームページをご覧になってください。いろんなことができます。リモートのこともありますし、講演会のこともあります。どうぞ皆さん覚えて、多くの方に知らせてください。よろしくお願いいたします。それではただいまから礼拝賛美したいと思います。お祈りいたします。天の神様、私たちすべてのものに等しく安息日をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。すべてのものがこの安息日を聖別し、あなたに感謝と礼拝の思いを捧げ、あなたの御名を心から崇める、そのような一日とさせてください。どうぞあなたの約束の御霊を一人一人に注いでくださいまして、私たちの心がただあなたにのみ向けられますよう、またネットやそれぞれの場所で礼拝を捧げている方も、神様の導きによって私たちとまた一つ思いになってあなたを心から礼拝し賛美し祈りを捧げることができますよう導いてください。この時間を主の御手に委ね、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
今朝選ばれました聖書朗読の箇所は、ヨシュア記の一章の7節から8節でございます。ヨシュア記の一章の7節から8節であります。口語訳の聖書では新約聖書の301ページ、口語訳聖書では新約聖書の方の301ページ、それから新共同訳の聖書では新約聖書の旧約聖書の340ですね、失礼しました、旧約聖書の340では、口語訳の聖書から拝読させていただきます。旧約聖書の方の301ページであります。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。それでは開会の賛美歌、賛美歌の90番を、お立ちくださいまして、ご一緒に賛美いたしたいと思います。ひざまずける方はひざまずいてお祈りをいたしましょう。天におられます父なる神様、一週間の
旅路をお守りくださり、このようにあなたの前にひざまずき礼拝ができますことを心より感謝申し上げます。私たちは今もなお新型コロナウイルスの感染拡大の大きな不安の中にあります。どうぞ神様、これ以上感染が拡大することがありませんように助けてください。また私たちが犯した罪を許し、今あなたの前にもう一度清いものとさせてください。この礼拝にインターネットを通して参加してくださる方々、また病室で放送を通して参加くださる方々にも同様にあなたからの平安と祝福が豊かにございますように、この世のあらゆる不安に屈することなくあなたへの信仰を強めさせてください。お話しくださる松田先生を強めてください。これからの礼拝をあなたがすべてをご支配くださいますように、すべてをあなたの御手に委ね、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれから献金を持って神様を礼拝いたしたいと思います。本日の献金は教会の働き、また日本と世界の伝道のために用いられることになっております。11またその他約束献金等をご用意なさっている方は同じ時にお支えいただければと思います。なお献金は礼拝の後で所定のところに置いてあります献金箱の中に収めていただければ幸いです。ではお祈りいたしましょう。ご慈愛深き父なる神様、すぐる日々の間私たち一人一人を豊かな霊肉ともなる祝福をもって私たちを恵んでくださいまして、心から感謝をいたします。私たちに必要なことはすべて与えられました。本当にありがとうございます。頂戴いたしましたそのらの恵みのうちより、私たちは献金として今日携えてまいりました。その献金をどうかあなたは清めてくださいまして、福音の伝道のために、また教会の働きのために用いていただくことができますように、そして私たちまた献金と同じように私たちの心もあなたにお捧げすることができるように、私たちの信仰の体験を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の説教は
安室間教会の副牧師でいらっしゃいます松田健先生によって、信号を守る人、挨拶をする人というタイトルでお話をしていただきます。その前に、この礼拝のために備えてありますオルガンによる主への賛美を捧げていただきます。私の自宅から教会までだいたい 1.5 キロの距離があります。その間には3箇所の交差点、信号があります。一つはですね、早稲田通りのところにある信号で、バスや車もたくさん通るので、その場所ではだいたい信号の前で皆さんが待っている光景が、あります。しかし残りの2つは、そんなに車の通りも多くない、そのようなところにある、信号機です。一つは、妙正寺前の交差点ですね。で、以前前任のラー牧師がですね、住まれていたところの近くでして、もう一つは、清水2丁目の交差点でですね、さらに車の通りが少ない場所です。この半年で、気づいたことがありました。それは歩行者や自転車の人も結構信号を守らないんだなと。私もですね、急いでいる時で車が全く来ない時、この半年の中で何回か、もうちょっと今急ぐからと言って、赤信号を渡ってしまったことがありました。しかしこの半年の中で毎回しっかりとこの交通ルールを守っている人たちがいました。それは登下校をする子どもたちでした。子どもたちは素直にルールを守っている。その横で大人は信号を無視している。信号を守る人、それは子どもたちだったということに気づかされました。聖書の中にも幼子のようにならなければという言葉がありますが、その意味はもしかしたら素直に神様の言葉に従う純粋さのことも表しているのかもしれないと思わされました。このような小さなルール、小さな掟であったとしても、それを素直に守る神の
立法または掟や教え、言葉、戒めなどの言葉、言い方は様々ですけれども、私たちに与えられている神様がくださった掟、立法について聖書が教えていることを学ばせていただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天にいらっしゃいます主なる神様、しもべは聞きます。お話しください。アーメン。今日聖書朗読で読んでいただいた箇所をもう一度読ませていただきます。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。ヨシアの時代、この言葉が与えられていた時代というのは大きな時代が変わっていく時だったと思います。変化の時とも言えるかもしれません。偉大な指導者であったモーセがいなくなり、これから新しい地、約束の地カナンに侵入する時、モーセという偉大な指導者に従いたい、見える形でああいうリーダーがいればと思う民に対して、そしてヨシュアもそういう思いがあったかもしれません。しかし神様は何に頼るべきか、何があなたたちを救うのかということをまずヨシュアに伝えました。誰がこの地まであなたたちを導いてきたか、それを思い出させるため、この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。この聖句は詩編の、旧約聖書に書かれています詩編の一編一節から三節にも非常に似たような表現があります。その中で神様はあなたの口から話すことなくと、そして昼も夜もそれを思いなさいとおっしゃいました。ちょっと不思議に思いました。頭や心ではなく、なぜ口なのか。口、それはすなわち舌であり、そして言葉であり、私たちが最も使う器官の一つです。以前私も伺ったことがあります。私たちがこの言葉を話す、この言葉をつかさどる神経、言語中枢というのでしょうか、それがこの神経の神経系統の中で頂点、全てにつながっている。つまり私たちが語ることは私たちの体全細胞に至るまで私たちの語る言葉を聞いている。私たちが、私も今ここで、語らせていただいてますけれども、この言葉をまず最初に聞いているのは自分自身である。そういう意味では私たちが繰り返し語る言葉は私たち自身に最も影響を与えるものであるとも言えます。また箴言の21章23節で、自分の口と舌を守る人は苦難から自分の魂を守るという言葉があります。自分の魂を守るために最も大切な器官、そこに最も重要な神様のご意志、神様の言葉を話すことなく置くということが重要である。なぜならこのことによってしか私たちは勝利を得ることができない。つまり神様は私たちに勝利を得てほしい、その思いで私たちに一番大切なところに、この一番大切なものをきちんと保管しておきなさい、そのようにおっしゃってると思います。私たちを守るために与えられているということがよくわかると思います。この神様が与えてくださる掟、言葉であったり道とかいろんな言い方はありますが、
神様は歴史の最初からこの言葉を、戒めを、掟を私たちに与えてくださっていました。同時に私たち人類の歴史というのはこの掟に歯向かい逆らう歴史でもあります。エデンの園では取って食べてはいけないよと言われたものを食べたり、出エジプトの中でも実戒が与えられ、その他にもこうすれば救われるよという神様の教えに対して、カモイに血を塗りなさいと言われてもしなかった人や、マナを1日分しか集めちゃいけないよ、それで十分だからと言われているのに2日分集める人や、刻んだ像を拝んではいけないよと言われるのに拝み続ける、人類の歴史は神の律法と共にあると同時に、その律法を裏切り歯向かい背いてきた歴史でもあります。今日私たちは神様の律法は、神様の言葉は、神様の掟は本当に私たちに必要なのか、ではそもそも神様の掟とは何なのか、聖書が何を教えるか学びたいと思います。旧約聖書の中で律法というものはトーラと呼ばれたり、するものですけれども、投げるとか教えを示すという意味があるそうです。つまり神様から私たちに与えられた、投げ込まれた具体的な、このように生きるべきであるという教えです。なぜ律法を与えるか、神様は先ほど明確にされました、あなた方が罪人が勝利を得てほしい。創世記ではアダムとエバに対して食べちゃいけないよって、なぜですか、あなたたちが死んではいけないから。神様の人間に対する思いがこの律法の中にも込められていることがわかります。しかし先ほども言ったように、人間はその掟に歯向かい、その掟にいろいろな言い訳をしてしまう、この律法を守ることは無理でしょうという、そういう声も聞こえてくるわけです。イエス様は、イエス・キリストが最後の晩餐で弟子たちに新しい戒めを与えようというふうに語った場面もあります。この戒めというものがどういうものなのか、それはあなた方は互いに愛し合いなさいというものでした。実際はその場で弟子たちは愛し合うどころか、誰が偉いのかということを論じ合って、愛とは全くかけ離れたところにいました。その彼らに対してイエス様は見透かしたように、互いに愛し合いなさい、新しい掟を与えよう、しかもその相互愛には、私があなた方を愛したようにという愛が前提となっています。またイエス様は、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人ですとおっしゃいました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みますとも、ヨハネによる福音書で語られました。ここでは愛することと神様の掟を守るという言葉が同義されているわけです。先ほどのヨシュア記でも律法を守るとありました。つまり神様が私たちを勝利に導くために与えた律法の言葉を守るとは、その言葉を愛するということです。そしてそれはその言葉を与えてくださった方を愛するということです。皆さんも何か自分に大きな影響を与えてくれた、本当に心から尊敬する人の言葉を心に留めて、もし私がこうしたいなと思うことと違う場面、違うことをその言葉がですね、導こうとする、何かこういうことをしなさいねと言われていて、私はそれしたくないんだけど、でもその方がおっしゃってるんだから間違いない、
私が心から尊敬するその人がいるんだったら、そういった経験はないでしょうか。私も今まで私の先生であったり、私の同級生であって、同僚として働いた人が私に語りかけてくれた言葉を今でも覚えて、私自身はもともとそうではなかったんですけど、いや彼らが言うんだったらやっぱりそれをした方がいいと心に留めている言葉がいくつもあります。皆さんにもそういう言葉があるでしょうか。それは私たちがその人を心から尊敬し愛するとき、私はその言葉の上に立つのではなく、それに従っていこうと思って、従う思いへと変えられていきます。聖書に出てきます、パウロはこの聖書の中でこの律法を語る上で大切な信仰による義というものを語りました。今日はあまりそこのことを深くは、語る時間はないとは思うんですけど、機会があればぜひローマの信徒への手紙などをですね、読んでいただきたいと思います。その中でこのローマの信徒への手紙3章を開くと、3章から4章を開くと、いくつかの言葉が私たちを導いてくれるわけですね。律法という言葉がこの中に何度も登場してきます。私たちはこう思う、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである。ちょっと部分部分で飛ばしながらなんですけれども、すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか、断じてそうではない、かえってそれによって律法を確立するのです。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは律法によるのではなく信仰の義によるからである。もし律法に立つ人々が相続人であるとすれば、信仰は虚しくなり約束もまた無効になってしまう。一体律法は怒りを招くものであって、律法のないところには違反なるものはない。部分部分なのでぜひこの3章と4章ぜひ読んでみていただければと思いますが、ここを読んでいくと、この律法には律法の役割、そして信仰による義と、私たちが混ざらないように、信仰による義というものはこうである、そして律法とはこうである、その2つはどっちかがあればどっちかがいらないというものではなく、これはお互いにその役割を担って私たちを導くものであるということを私たちに教えてくださっている。決して律法は古い、もう廃れたものではなく、今でも私たちに必要なものであると同時に、信仰による義、キリストにあって私たちが救われるという事実は私たちにもまた必要なことである。ではこの律法の役割とは何なのか。ガラテヤ人への手紙、ガラテヤの信徒への手紙3章21節から24節の中にこのような言葉があります。21節と23節24節を読ませていただきます。では律法は神の約束と相入れないものなのか、ものか、断じてそうではない。もし人を生かす力のある律法が与えられていたとすれば、義は確かに律法によって実現されたであろう。しかし約束が信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪の下に閉じ込めたのである。しかし信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視されており、やがて刑事される信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく養育係となったのである。このようにして律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく養育係となったのである。私たちはこれはいつでも私たちが罪から救われて清められて
義とされるのはイエス・キリストによる、イエス・キリストの十字架に、そしてそこで与えられた恵みによって救われる。私たちがそこに救いに何か自分で勝ち取るものは一切ない。しかしこの信仰による義へと私たちを導いて育ててくれる養育係、それは立法の役割である。立法を中心とした生き方、それに従いたいと思う。しかし私たちだけでは、私の力だけでは、私のみの力ではそれを成し遂げることは無理である。なぜなら聖書では立法の一つ、小さな一つですらそれを私たちが軽んじるとき、立法全体を犯すのである。そんなこと言ったって、私にはこの立法はできたとしてもこの立法はできないですよ。私たちそれぞれにそのような弱い部分がある。しかし立法は、立法が私たちを導こうとする先におられる方は私たちの救い主であるイエス・キリストである。そのイエス・キリストはただ一人この立法を全うされた方であり、それを私たちに力として、その力を与えてくださる方であり、人を救うために誰も成し得なかった義を果たした方である。神様、イエス様はこの実会が2つに要約される。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神を愛しなさい。そしてもう一つ、同じぐらい重要、同じだけ重要、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。イエス様が語られた、十字架に向かうときに語られた言葉はまさにその二つを表していました。父よ、できることならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の思いではなく、あなたの思いが、自分の思いを優先するのではなくて、神様、あなたの望まれることが私になりますように。そして十字架上で自分を釘付けている笑う人たちに対して、父よ、彼らをお許しください。イエス様はこの神に対しても、人に対しての掟も、私たちのために全てを守り通してくださった方です。立法とは、私たちを、神様が私たちのために何を成し遂げてくださったかということに導くのであって、私たちが何を成し遂げたかというものを積み重ねる道具ではないということです。私たちはこの立法を見たとき、いや、これは私には無理ですとか、私にはこんなこと無理です、だからもう、と思ってしまうかもしれない。しかしそのような絶望や、また私たちが高ぶる思いへと導くのではなく、この掟に従って生きるためにあなたにはイエス・キリストが必要であるということを私たちに伝えるために、私たちを育て導いてくださる、それが立法であります。信仰による義と立法の関係とその違いについて、スコットランドの神学者ウィリアム・バークレーはこのように解説されています。ちょっと読ませていただきます。すなわち、神は義なる方であると同時に、くしくもイエスの到来によって成就された信じがたい驚くべき恩恵のうちに、罪人を犯罪人としてではなく、なおも愛されている息子として受け入れられるお方である。ではこの全体の本質は何か。このこと全体と立法の古い方法との間にどこに相違があるのか。基本的な相違はこれである。立法への服従の道は、人が自らのために何を成し得るかに関係し、恩恵の道は、神が人のために何を成し、何をなされたかに関係している。パウロは、神の許しを得るために我々の成し得ることは何もないと主張する。ただ神が我々のために成就されたことのみがそれをもたらすのである。それゆえ、
神との正しい関係への道は、我々の行為によって方面を勝ち得ようとする逆上した死に物狂いの破滅的な試みにあるのではない。それは神がイエス・キリストにおいて我々に提示されている愛と恩恵をへり下って悔い改めて受け入れることにある。少し長く、難しい文章ではありますけれども、ここで言っちゃってるのは、私たちが何をしてきたか、何を積み重ねてきたかではない、神様が私たちのために何を成してくださったか、そしてなされたか、私たちをそこに導くのが律法の役割である、そのように私たちに教えてくださっています。エレン・ジー・ホワイトの清められた生活の中にこのような言葉がありました。まことに完全なクリスチャンの品性を求めている者は、自分たちが罪がないというような思いを決して抱かない。彼らと救い主との間の距離が遠ければ遠いほど、自分たちの目には義であるかのように見える。同じような言葉がキリストへの道の弟子としての証拠という言葉の中にありました。イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす神の御霊の力が働いている証拠であります。私たちは神様が私たちを救おうとするがゆえに律法を与えてくださいました。それによって導かれ、あなたに誰が必要か気づきなさいという、私たちを育てて神のもとへと引き上げてくださる、神のもとへと育ててくださる養育係として、神様は私たちに一つ一つの掟を与えてくださいました。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならばあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。実はこの後の9節にもですね、もう一度強く大しくあれという言葉を神様は語られているわけです。何度も繰り返されるこの強く大しくあれという命令のフレーズ、この命令のフレーズには2つの神様の約束が加えられているんです。一つはあなたの神主ご自身があなたと共に進まれるということ。8節ではこの言葉にですね、あなたの先を歩まれるというものも付け加えられます。そしてもう一つは、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないというこの2つの約束です。ヨシュアはイスラエルの民を率いるモーセの苦労をそばでよく知っていました。自分もカナン偵察の時に自分たちよりも強い民をですね、そこに見つ、しかし自分と、彼とですね、カレブは同様に、自分たちの神様はこの民よりも強く、私たちがこの約束の地を必ず勝ち取ることができるという報告をしました。しかし彼は多くの自分の仲間から猛反対を受けてきました。そして民の不信仰が40年間荒野で彼ら自身をさまよわせ、また彼らの神の掟を拒み、それがモーセを約束の地に入れない要因を作ってしまう、そういったことをすべて見てきていた。彼自身の中にも
その役割がどんなものであるかを知っていたがゆえの恐れがあったのではないかと思います。ヨシュアに対して繰り返し神様は強く大しくあれと語られたのは、ヨシュアが自分の弱さを十分に感じていたからではないかと思います。そして彼が用いられたのはその自分の弱さを認めていたからゆえとも言えると思います。これは聖書の変わらない原則です。神に用いられる原則の一つは弱くなければならない。神の律法に対しても全てにおいて神の介入と助け、神の救い、神の導きがなければ私たちには何一つできないということを認めることから始まる。私は神の掟など全て守り通すことができる、まあ、そこまで言わなかったとしても、いや頑張れば私もこの掟は守れますし、この掟は、そうではなく私たちの中にはその掟を守る、心に留めることすら難しくなるような弱い存在であるということを認め、この律法に従って生きていく上で私には主イエスキリストが必要である、主よどうぞ私を憐れんでください、その思いが必要であり、それが始まりであると言えるのではないかと思います。この世の偉大なリーダーたちもそうでした。私の好きな、何度も何度もここで使わせていただいてます、デスモンド・ドス、アブラハム・リンカーン、彼らも弱さを知っていたからこそ立法に導かれることを望んでいった。自分の思いではなく聖書が何を語りどう望んでいるかということを信じ、彼らは祈り、主をどうぞ助けてくださいと祈っていた。このデスモンド・ドスさんの映画ハクソー・リーチの中で何度も出てきます、Help me to get one more、 前もお話ししました、神様もう一人救うのに力を貸してください、助けてください。私たちも同じように、主よこの律法をあなたが私たちを救うために、勝利を得させるために与えてくださったこの掟を守ることすらできない私たちに力を与えてください、そのように祈りたいと思います。聖書はこのようにおっしゃっています。こちらは新教同訳で読ませていただきます。神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださることは神が与えてくださった霊によってわかります。もう一つですね、こちら第一ヨハネの手紙の言葉です。このことから明らかなように、私たちが神を愛しその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。いや嘘ですよ神様、難しいですよ。神様を愛する私たちにとってそれは難しいものではありません。神が私たちを愛する、神様が私たちのために何をなされたか、それを知っていくときに私たちは神様を愛するレスポンス、その答え、神の言葉を愛するというレスポンス、応答を神様に送る、そしてその生き方が神様を心から礼拝する姿になります。私たちのうちに神の言葉、律法がなければ私たちを育ててくれる養育係はないということになってしまいます。私たちはいつもこの神様の愛を、律法を心に、口にとどめていきたいと思います。さあ、最初にですね、私は信号を守る人たちが子どもたちであるということをお話ししました。ちょっと忘れていましたですよね。挨拶をする人でしたですよね。挨拶を
する人ですね。そうですね、はい、挨拶をする人は一体誰か。私が住んでいる、この住んでいる場所のすぐ近くに、桃井第五小学校というですね、小学校があります。そこの方もいらっしゃるかもしれません。で、私はですね、まあ、ちょっともしかしたら変な癖かもしれませんけれども、通りすがる人にですね、時々ふとおはようございますとかってですね、挨拶をする、まあ、いつもではないんですけど、する時があります。で、私がその家の近くのゴミ捨て場にですね、ゴミを持っていく時にちょうど通学している子どもたちがいたので、おそらくそっちの方向に向かっているのでですね、で時々ですね、こうふとこう横からですね、おはようとか言うとですね、ある子たちはなんだこの人、変な人だなと思って急に声かけられて、ね、怪しい人には関わらないという正しい行動だと思いますけれども、でもおはようございますと返してくれる子どもたちがいたんです。これは完全に私の想像でありますけれども、先ほどの信号を守るということは交通ルールです。しかしこの挨拶をするというのは、してもしなくても決して罰せられることではないです。しかしこの挨拶をする子どもたちは、おそらく親や学校の教えを信じて、いつも素直に挨拶をすることを心がけている子たちなんだろうなと私は勝手に確信しています。挨拶をする子どもたち、それは教えられた親の、または学校の教えを心から愛する子どもたちでした。私はそのような子たちがこの地域にいることは素晴らしいなと思って、私自身すごくいい気持ちに一日を過ごさせてもらいました。神の掟を愛すること、それはこの言葉を与えてくださった神を愛することです。その神を愛することは、神が私たちのために何を成し遂げてくださったか知ることです。そこへ私たちを導いてくださるのは神の言葉であり、神の律法であります。今日ちょっと大変申し訳ありません。パワーポイントでですね、心のマナーを、映し出すのを忘れてしまったので、ぜひですね、ホームページやまたはですね、週報をご覧になっていただければと思いますけれども、この、各時代の大総統に書かれています。その中にですね、最終的大総統の最終的結論というところにこのような言葉がありました。読ませていただきます。主よ、あなたのすべての御業はあなたに感謝し、あなたの聖徒はあなたを褒め祀るでしょう。罪の歴史は神が創造されたすべてのものの幸福が神の律法の存在と結びついていることを永遠にわたって証しする。大総統の一切の事実が明らかになると、全宇宙は忠誠なものも反逆者も幾同音に、万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実でありますと言明すると書かれています。この章を見てみますと、サタンはこの律法を廃止、もういらなくなったということを私たちに植え付けさせ、もうこれ神様があなたたちを愛している、それだけで十分である、それさえあればハッピーだ、そうではない、私たちに神様が与えてくださった言葉は、神を愛しなさいと、そしてあなたの隣人を愛しなさいと、そのことを忘れてはいけない、その神様の掟はいつも私たちの勝利、幸いに結びついているものであるということを誰もが認めると予言されていました。長年の歴史の中で表された神の律法を除外する結果というのが最終時代に明らかになるというのです。最後に、この私たちこのセブンス・デイ・アドベンティストにとってですね、非常に大切である黙示録の14章の12節の言葉を読みたいと思います。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。私たちは今忍耐しなければいけない時かもしれません。しかし神の律法掟を学んで、口に留めていく、心に留めていくことを続けていきましょう。最も小さい掟、それは
人それぞれ違うかもしれません。しかしその小さな律法を掟すら守る、愛することが難しい私たち、その私たちに対して、私たちにあなたには救い主イエス・キリストが必要であり、イエス・キリストの犠牲の深さを知ることで愛を教えてくれる、この律法を昼も夜も口から話すことなく覚えていくことで、私たちは負けることなく勝利をいただいていくことができる、そのことを皆さんと一緒にこれからも分かち合っていきたいと思います。私たちの心の中心にいつも神の愛の律法である神の言葉がしっかりと据えられるよう、そしてその中心にイエス・キリストが座しておられることを心からお祈りしたいと思います。よきお話をいただきましたことを感謝して、最後の閉会賛美歌の291番を賛美いたしたいと思います。どうぞお立ちください。
お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、救い主イエス・キリストを与えくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ弱い私たちを、私を助け導いてください。あなたが示す幸いの道、勝利の道をただまっすぐに進むことができるよう、右にも左にもそれることなく、すべてのものがあなたの用意されている御国へ向かうために、まっすぐとその道を進むことができるように、主よ、どうぞ私たちを助け導いてください。どうぞ私たちがいつもあなたが与えられた言葉、あなたの導き掟を話すことなく、いつも思い、その御言葉によって生き、その御言葉によって導かれていきますよう、私たちを助けてください。すべての人が主の与えてくださる勝利を得ることができますように、そしてすべての人にこの勝利を与えることができるイエス・キリストを証ししていくことができますよう、助け導いてください。すべてを御手に委ね、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。